お疲れ様です。小野です。今日はですね、今すごい盛り上がってるテレグラムのゲーム、トンゲームって言われてますけど、それの、キャプテン翼のゲームをお見せしたいと思います。小野さんの YouTube、 トンゲームに関しては僕あんまやってなくて、チャットコインっていう、AI とチャットするだけでコインがもらえるっていうトンゲームはやってたんですけど、まあ、なんでしょう、そこまで やってなくて、キャプテン翼がゲームになったのを機にですね、これはちょっと興味あるなと思って、はい、始めてみました。で、ログインするとこんな感じで、こう、キックオフと、で、デイリータスクっていうんですか、なんかあれがもらえるんですよ。で、上にサッカーボールがあって509、509,719って書いてますけど、これがサッカーボールなんですね。で、これを、翼くんをタップして、このサッカーボールを集めるっていうゲームなんですよ。ほんとそれだけ。あの、他にも、ミニゲームだったり、細かい、なんでしょう、イベントはあるとは思うんですけど、まあ、テレグラムの上で展開される以上、多分シンプルなんでしょうね。容量とかフォーマットがあるのかな。で、まあ、逆にでもそれが良くて、あの、普段ゲームやる時間ないよっていう方でも、テレグラムぐらいのシンプルなゲームだったら片手間にできるじゃないですか。で、タップって意外と時間取られますけど、僕あのメルカリで700円で買いましたよ。自動連打機っていうやつ売ってんすよ。バーってめっちゃ連打してくれるやつ、それ1個買ったんで、まあ、良さそうだったらもう1個ぐらい買ってみようかなと思ってます。で、デイリーリワードで、X の投稿いいねリツイートしたり、デイリーコンボって言って、こういうタスクをやるとサッカーボールが何個もらえるよとか、そういうのだったり、ですね。で、チーム、これさっき言った、あと友達紹介で、たくさんサッカーボールもらえますよとか、これがタスクだ。そう。で、ウォレットつなぐのもすごい簡単で、テレグラム上にウォレットが作れるんですよ。で、そこでワンタップですぐつなぐだけ、すごい簡易的、簡単なんですよ。その辺が結構ハードル下げてんのかなって。今までブロックチェーンゲームってこう、いざプレイするところに至るまでのハードルがすごい高いじゃないですか。だからその辺で、参入障壁になってたのかなと思うんですけど、そうそうそう。なので、まあ、こんな感じですよ。特段説明することもないし、僕もあんまりやり込んでるわけではない。基本的に全部英語ですね。なんで、まあそんな感じです。これからいろんなイベントとか、僕もやり込んできていろいろ分かってくる部分あると思うので、その辺分かり次第、また YouTube で配信したいと思います。じゃあありがとうございます。いつもありがとうございます。もし、よろしければいいねとコメントと、チャンネル登録お願いします。いつもありがとうございます。